かちゃん、ありがとうございます。あと違う、かわいい、ありがとうございます。前髪をね、自分で切ったんだけど、今はもう巻きが全部取れてるからあれだけど、でもね、全部まっすぐにした。今日はくるんってしてないから、ちょっと汚いけど、今くるんっていう前髪をやめちゃった。今短いので、ね、微妙な天気だった。確かに。でもまだ雨降ってないと思う。多分降ってるのかな、ちらほらちょこっとだけ降ってるかもしれない。明日は雨見た。明日ね、レイコプライベートでめっちゃ楽しみにしてたことがあったのに、明日土砂降りらしい。広島めっちゃ悲しい。めっちゃ楽しみだった。ケモンさん、ありがとう。バラ、やだな。今別に降っててもいいから、明日やんでほしかったの。今日はなんか日傘兼雨傘みたいなやつを持ってったけど、帰るまで雨は降ってなかった。ギリギリって感じ。ゆうへいさん、クラッカーありがとう、嬉しい。クゴピョンさん、オランゲランテさん、イクゴピョンさん2つありがとう。ゆうへいさんも2個ありがとうね。うん、5個ありがとう、くごぴょんさん。はじめまして。86さん、ありがとう。タコ、なんか喉がおかしいけど、今日28日か。今日朝というか、朝か、朝バス電車レイティ6さん、ハートありがとう。デイビッドさん、バラありがとうございます。バスの乗ろうと思って、タタダさん、クラッカー10個ありがとう。レイティ6さん、ハート100個ありがとうございます。バス乗ろうと思ったのに15分来なくて、バスが、同じバスが、めっちゃ焦りました。めっちゃ焦った。危なかった。なんかこの時間にここに行きたいと思ってて、結構余裕持ったバスだったのに15分遅れられると思ってなくて、めっちゃ3分前とかになっちゃった。着いた。4月はもう終わり。うん、早い。4月は何かしたっけ、何かあったっけ。ああ、あれか、神戸の僕隊が4月だった。あとクアトロさんが1回あった。2回だけしか踊ってない気がする。そんなもんですかね。5月はね、1回しかないんですよ、公演が。4月は2回かな。
そう、15分遅れてね、焦った、めっちゃなんかね焦った、本当に。こんばんは。そう、前髪切ったの。メール見てくれた？ありがとうございます。あ、ね、見た、さっきショールームのなんかイベントみたいなキャンペーンか、あれはレイカもあるのかな。美味しいもの食べたい。レイカはね、どっちも好きだけど、お肉の方が好きかな。レイカは生魚が食べれないんですよ。だからお寿司屋さんに行ってもエビと炙りサーモンと卵ときゅうりとか食べて、サーモンは炙りサーモンが好き。こんばんは。そう、焦った。15分くれると焦るくない？さすがに5分とかはさ、想定内だったけど、15分だとちょっと、あの集合時間に間に合うか怖かった。間に合ったけど。ハリちゃん、いっぱいありがとう。クラッカー嬉しい。50個もありがとうございます。で、綺麗、ここに豆ある。でもなんか何の豆だ。今日ゆらちゃんと一緒だったんだけど、ゆらちゃんってちっちゃくて可愛いんですよ。赤ちゃんみたいで可愛い。くごぴょんさん、ありがとう。クラッカーチャレンジ、なんかわからない、全然ショールームのキャンペーン見てないや、あんまり。でもあれ、そう、なんかそんな大丈夫ですよ。多分お金かかると思う、ギフト。わかんないけど、チャレンジ後で見てきますね。ちょっと加藤さん、バラありがとうございます。千葉さん、なんだっけ、クラッカーありがとうございます。明日からなのよ、タコありがとう。アバターがもらえるの？ちょっと見とくね、あんまり詳しくわからない。ジュダイさんもタコありがとう、嬉しいです。なんか海賊のタコもありがとう。2個タコあるんだ、普通のとこれ2個ある。翔平さんありがとう。花束、かわいい、ありがとうございます。こんばんは。直接ならか。ハリちゃん、マサルありがとう。逸材さん、かわいい、ありがとう。でもギフトもめちゃくちゃ嬉しい、最近は特に。ありがとう、みんなありがとうございます。ゆうへいさん、ありがとう。お花ダースーさん、かわいい、ありがとう。髪が、前髪もうちょっと伸びたら負けるかな。クリちゃん、ありがとう。バラ1個。なんかでもこの普通の超普通のハサミでもうザクって切ったんですよ。このなんかこうやって、これが前髪だったらこうやって、何、これが前髪だったらこうやってして、もうここでこうやって切って
で、これをこのこっちの手に持ってのをパサッてしてたりしたしてたもん。で1回できたもんのちょんちょんちょんって。なんかね、りえちゃんかわいい、ありがとう、嬉しい。なんか本当はさ縦にこうやって切ったり、なんかあとちょっとずつ整えるじゃん。だけどムレコは1回でパサッてて終わった。もうちょんちょんもせずに1回しか切ってないで、結構なんかいつもよりマシだったね。普通ね、自分で切ったらもう汚いんだけど。だからね、結構でメイクさんにもそうやって切った割には全然おかしくないよって言われたから、たまたまうまくいきました。でもちょこっとだけここになんかチョンってあったから、それだけ今日切った。だけどうまくいきた。でもね、でかやっぱり巻いてる方が好きか。パッツンも可愛いけど、って感じ。誰だろうな。なんかユリあの前髪好きか。誰だっけな、パッツンのなんかももちゃんとか、さやかりんとか。サイアンとか、誰がいるっけの前髪もにしてみたいなって思うんだけど、めっちゃまっすぐ。でもレイカはね、あんま似合わないんだよね。なんかリネちゃんとかサーチとか、誰だはすごいこういう前髪なイメージ。りなちゃんはでも変えたかな、ちょっと短くしてた気がする、クワトロの時。パッツンみたい。なんかパッツンしたことあるよ、でも何回も。こうはないけど、あんまり短くこんぐらいで分けないのは何回か少女のとかでもしてますよけどね。あんまりしてない。長かった、こんぐらいあった昨日まで。だけど切っちゃった。切りました。今日はね、湿気があるからあんまりあれか。明日はもっと湿気があるよ。湿気どころか土砂降りになりそう。やだね、悲しい。雨。今週今日何曜日なの？水曜日？もう曜日が分からない。働いてたりさ、学校行ってる人は曜日が分かるんだろうけどさ、曜日がわからない今週というか来週というか、ここ今から雨結構降るらしい。なんかちょんちょんちょんって、木土日水みたいな雨予報だと。変わると思うけど、結構変わりそうだけど、雨予報でした。晴れるといいね。ゴールデンウィークは結構ね、コロナに気をつけながらどっか行く方も多分多いと思うから、晴れるといいね。いつからゴールデンウィーク？明日からゴールデンウィーク？明後日ぐらいか。楽しんでください皆様。なんもない方、なんもないかもしれないけど。あれだ、七並べのイベントももう終わるので、ありがとうございました。今日と明日と27
あと3日 ?30 の1時59分前だった気がするからあとちょっとだね。なのであとちょっとでございます。13時59分まで、です。他のなんか知らない方とかにも教えてくださったら嬉しい。まあ自分であんまりちょっと言えてないんですけど、宣伝今日も多分9時からのやってると結構ねやってるよから当たると思います。とっても来月もやるので全然一緒にやってください。では壇上を読みます。13位一大さん、12位ダダダさん、11位ゆうきさん、10位エイティ6さん、9位スターフラッシュさん、8位瀬戸内のミニマロンさん、7位ヘリさん、6位エイチパパさん、5位ギョフさん、4位ホリちゃんさん、3位カドさん、2位デイビッドさん、1位はフランゲランヌさんです。ありがとうございます。ありがとうございました。ではまた。ありがとうございました。バイバーイ。